放送中のフジテレビ系木曜劇場、あなたがしてくれなくても、木曜後10:00の公式ツイッターが31日に更新され、岩田武則、34、と田中みな実、36、が相手夫婦の吉野家へ訪問するオフショットを投稿した。作品は、セックスレスに悩む夫婦2組が織りなす大人の恋愛ドラマ。直人永山瑛太、岩田武則と田中みな実がそれぞれの夫婦役を演じ、4人の誰かに必ず、自分、を見つけて共感できるドラマとなっている。一人でじっくりと楽しむ、こっそ。李氏朝勢による実況が SNS でも盛り上がりを見せる話題作だ。公式ツイッターでは、枝分かれした人生を送っている誠と楓。と、ハッシュタグ、シャープ吉野家潜入、シャープ新名家からのアンサーフォト、シャープ岩田武則、シャープ田中みな実、放送へ、直人永山瑛太が生活する、吉野家、に潜入した新名夫婦のオフショットを公開。パジャマ姿で柿の種を食べる新名誠、岩田武則、の後ろで炊飯器を開ける楓、田中みな実、いや、トイレで考え込む新名を院から監視する楓の姿な。と4枚の写真を投稿した。直人永山が潜入した新名家に続き、ファンからは、このシリーズ面白いわら、お互いの家に潜入してるのおもろ、今度は吉野家に侵入テスカイへ、原文ママ、と喜びの声があふれ、ガンちゃん嬉し泣き柿の種抱え込んでるのめっちゃ可愛い www、岩田さんのようちゃん見てみたい、この二人ならどの家も似合ってしまう、嵐の前の静けさの癒しショットありがとうございますお辞儀、と反響を呼んだ。